もう楽天モバイルは楽天グループに必ず必要なんで最後までやりきりますっていうふうに三木谷さんが宣言したというふうに言っても過言ではない決算資料でございました。ハロー YouTube、 今日はですね、皆さん大好評の楽天シリーズです。今日はですね、昨日楽天の前年度の決算が発表になりました。結果としてですね、営業利益経常利益ともに過去最高の赤字ということで、3700億円かなの赤字ということで、非常に話題になって、楽天大丈夫かなんていう話が出てきたりしておりますが、まあかなりギリギリの状況であることは間違いないでしょう。米ドル建てのですね、 10% を超える金利の社債を発行したりとか、おそらくそれの借り換えとか、これまでに出した社債の借り換えなんかもあったりして、楽天証券の方からですね、営業でめちゃくちゃ、これもやっぱ結構高い金利の個人向けの社債、楽天債ですか、楽天モバイル債ですかね、そういったものがですね発売されたりとかして、借り換えに必死っていうような状況ですかね。楽天の決算書を見るとですね、連結財務諸表は BSPL ともにですね、銀行業のものがかなり大きく乗っかってきてるんで、実態がちょっと分かりにくいと思うんですね。なので楽天銀行だったり楽天証券、そして楽天クレジット、この辺をですね除外して、まあ、この辺に関して言うと営業利益のところだけを見て、ちょっと BS からそこをガツッとこうさっぴった形で見ないとですね、楽天市場および楽天モバイルの事業の金融事業以外のですね実態が見えにくいと思うんですね。でそこから見るとですね、4000億円以上楽天モバイルが赤字を計上していて、1000億はいかないんだけれども、数百億楽天市場等 EC および広告、こういった事業でですね稼いで赤字を埋めようとしてるけれども、全然埋めきれないっていうのが現状だと思います。まあ金融事業の営業利益も1000億いかないぐらい、数百億ですね。そのような形で金融事業まで含めてもモバイル事業の赤字はなかなかカバーできてないという状況です。で決算発表資料、社長のですね三木谷さんの発表資料によればですね、かなり MNO、 つまり楽天モバイルの加入者が楽天のスーパーポイントですね、スーパーポイントアップ SPU っていう風に書いてありましたけれども、こちらがめちゃくちゃ走行しておりまして、かなり多くの人たちが楽天モバイルのユーザーが EC を結構使ってくれているということをですねしきりに強調していて、つまり MNO 楽天モバイルをやることが楽天市場全体の売上の後押しにつながるということをかなり強調した内容になっておりました。これはでも裏を返すと、楽天モバイルやめちゃったらそこの分の売上がまたガクッと下がってしまうということで、もうなんていうのかな、ルビコンが渡ったというか、もう楽天モバイルは楽天グループに必ず必要なんで最後までやりきりますっていうふうに三木谷さんが宣言したというふうに言っても過言ではない決算資料でございました。そこの中で、まあ、今ネット上でバズってるネタとしてはですね、これね僕もびっくりしたんですけど、なんか課金ユーザーの伸びが加速なんていう風にありましたけど、これねぜひ楽天の決算発表資料見てほしいんですけど、2002年の10月課金ユーザーが445万人ですかね、が1月に451万8千人になってるんですが、まあほとんど増えてないんですけど、なんかすっげー増えてるように誤解するようなグラフがあったりとかして、これはちょっとなんかグラフちょっとおかしすぎだろうみたいな話がありましたけど、結構決算発表資料を見るとこういう感じのグラフが結構対応されてます。なので、まあ、相当やっぱりその MNO 契約数を伸ばすことにですねすごく、まあ、苦心しているところが見て取れるかなというふうに思います。やっぱ気になるのはキャッシュポジションで、銀行業とか証券業とかクレジットに関わる金融事業のやつをザクッと取ってしまうとですね、まあ楽天の今の自由に使える現金同等物で300億とか400億とかその辺をこう行ったり来たりみたいな感じなんですね。これはどういうことかっていうと、モバイル事業今でもですね、今期も2023年度で3000億ぐらい赤字が出るっていうふうに言われていて、次年度以降、まあ、これが2000億になり1500億になりっていうことでキャッシュが出ていく幅がですねどんどん下がっていくとは言われているものの、まだ基地局の投資も進めなければいけないような状況でですね、かなりキャッシュポジションが厳しい状況はずっと続くと思います。楽天銀行および楽天証券、こちらの方ですね上場させて売り出すっていう計画もですね
まあ、なかなか準備が追いつかなくてですね、上場準備に時間が手間がかかってしまってですね、追いついてなくて、みずほ銀行にですね、一部証券の株を買ってもらったりとかして、4分の1売り渡して800億とかそんな感じなんで、普通に全体売っても3000億とかそれぐらいなんですけど、まあ、全部売ったらですね、楽天経済圏壊れてしまうんで、頑張って売っても半分まで 50% は維持したいということで、まあ、せいぜい証券銀行の株を売って手に入れられる金は残り1000億、うまくいけば1000億強、いかなかったら数百億で終わってしまうっていうような状況なんで、モバイル事業がこれから垂れ流す赤字を吸収できるかというとなかなか微妙であると。ということで今後どういう動きになるかっていうと、米ドル建ての社債をまた借り換えでどんどん金利を上げて増やしていくとか、あるいは個人向けの社債の利率を上げてさらに借り換えをしていくとか、綱渡りの資金繰りが今後も続きそうな勢いです。まあ、楽天シンフォニーという会社がいわゆるクラウド基地局といって、基地局に全てのこう認証だったりとか、そういったハードウェアの中にですね、そういったものをたくさん入れていたのがこれまでのモバイルの基地局の運用の仕方だったんですけれども、そうではなくクラウド基地局といって、クラウドで全部ですね、そういったユーザー認証とかそういったものをですね完結させるようなシステムを楽天シンフォニーっていう楽天の子会社が開発して、これによりネットワーク運用コストが下がるというふうに言ってるんですが、これは逆を返すとですね、全国にある基地局がですね、そのデータセンターにアクセスを、オーセンティケーションとかのアクセスを、まあ、集中させることにもつながりかねずですね、そんなにネットワーク運用費用が下がるのかっていうのはですね、未だに疑問というふうにされていて、実際に契約件数増えてもそのバックボーンのですねコストが結構かさんで、楽天によればですね、アープといって月額のお客さんがお支払いするお金がですね、かなり高いところの目標なんですが、まあ、現状はそこに全く到達していない。で、これも堂々と決算発表資料に書いてあったんですけれども、楽天は2980円かな、で使いたい放題、ギガ使いたい放題みたいなサービスが売りになっていて、それで自宅の光回線を解約して楽天モバイルの電波が入るところは自宅でですね、ネットゲームとか動画見放題みたいな感じで、ほんと300ギガとか500ギガとか下手すると1テラ使ってるユーザーもいるみたいなんですけど、まあ、そういうユーザーさんが結構楽天のユーザーの多くを占めていて、データ使用量が他社の倍ありますみたいなのをなんか割とこう自慢するグラフみたいになってたんだけど、まあ、これも結局バックボーンのですねコストみたいなところに結構響いてくると思うんで、まあ、その辺がどうなるのか、そういうところも含めてですね、楽天の動き今後も注視していかないといけないのかなと思います。まあ、あの証券とか銀行はもちろん預かり資産は分別保管されてるんで、楽天本体の資金繰りがやばくなったからといってその顧客資産に手をつけられないようになってますんで、その辺は安心しておいて問題はないと思うんですけれども、まあそれ以外の部分、まあもう今回の決算発表資料を見てですね、モバイル事業にとにかく金を突っ込んでいくということだったんで、もうそれはもうルビコン川を渡ったんだなというふうに皆さん思ってください。まあ後戻りができない、退路を断ったっていうふうな決算発表資料に見えました。僕はですね、今度ですね、ちょっとこれから、ね、正式発表3月とかにしていくんですけど、 MNO じゃなくて MVNO、 携帯電話料金を安くするための国が用意した枠組みがあるんですけれども、この MVNO でですね、僕の独自のキャリアをやりたいなと思ってるんで、皆さん期待してください。トロッシュ。